はい、どうも料理のお兄さんリュウジです。今回はですね、ほうれん草がめっちゃ美味しく、食べられるですねポパイサラダっていうのを作っていきたいと思います。それでは材料紹介いきます。まずベーコン、こちらが 40g ですね。ニンニク1かけ、ほうれん草2分の1袋です。グラムがね、今測ったのが 120g のもの、 120g で半玉ね。ほうれん草を切っていきたいと思います。まずね、ここはね、切り落としちゃいます。ここね、よく洗えば食べれるので、洗ってください。あと、だいたい 3、4センチ幅に、刻んでいきます。こんな感じですね。ザルとボウルに入れていきます。はい、水につけておきます。これでですね、ほうれん草のシュウ酸という成分がですね、水に溶け出して、えぐみ、とか苦みとかがね、なくなって、すごいですね、サラダ向きになるんですね。サラダほうれん草じゃなくても普通のほうれん草で美味しいサラダに、これでなります。だいたいですね、20分ぐらいつけておいてください。じゃあ次ですね、まずニンニクを、はい、潰して、芯はね、焦げやすいのでね、取ってくださいね。で、刻んでいきます。はい、こんな感じですね。はい、ベーコンは、拍子切りみたいな感じです。こんな感じです。ベーコンは薄切りでも構いません。僕はブロックタイプいつも買ってるので、ブロックタイプで、やっております。フライパンにオリーブオイル大さじ1半ぐらいですね。これはね、ドレッシングにもなるので結構たっぷりめに入れます。 で、ここにニンニクを入れて、ベーコンも入れちゃいます。これで弱中火ぐらいですね、ジュクジュクと加熱していきます。これぐらい炒まりましたら OK です。火を止めます。で、その間に先ほどのほうれん草ですね、20分ぐらいつけといたものになります。まだ水が結構あるので、よくね、こうやって絞ってください。こうすることによってね、後から味付けするんですけども、味付けの味も乗りやすくなります。揉み込みながら、水を、そうするとね、これだけ、水が出てくるんですね。もうちょっと絞ります。そしたらですね、こっちに、ほうれん草の方は移しちゃいます。あとですね、先ほどのベーコン、オリーブオイルごと全部、このボウルの中に入れちゃいます。これから味付けに入ります。コンソメが小さじ半分ぐらいですね。あとお塩一つまみ、レモン汁が小さじ1です。で、胡椒です。はい、で、この状態で混ぜます。よくね、混ぜてくださいね。塩味は、お好みで、つけてください。濃い、お酒のつまみにするとかだったら、濃いめの方がいいです。ちょっとごめんなさい、オイル感がもう少し欲しいので、小さじ、大さじ半分ぐらい、ちょっと追加で入れます。はい、盛り付けです。のせちゃいましょう。これで大体ですね、2人分ぐらいです。まあ、僕は1人でこれ1食で食べちゃうっていう、感じのこともやりますけども、基本的には2人で分け合うぐらいの量はたっぷり取れます。はい、最後にあればで結構なんですけども、砕いたピーナッツを少しかけてあげると綺麗で、香ばしいです。はい、これでですね、ポパイサラダの完成です。はい、それでは、できましたので、早速食べていきたいと思います。いただきます。このザクザクとしたほうれん草の食感とベーコンの塩気がすごいあって、あとレモンがね、それをさっぱりさせてくれる。これいくらでも食べれます。皆さんもですね、ぜひやってみてください。それではですね、このポパイサラダ、作ってみたいなとか、美味しそうだなとか、思っていただけましたらですね、高評価、あとチャンネル登録お願いします。